減らすことも分けることもリサイクルすることも人間はできるのに、どうしてすぐに捨てるのかな。ゴミたちの未来を決めるのも人間です。減らすことも分けることもリサイクルすることも人間はできるのに、どうしてすぐに捨てるのかな。ゴミたちの未来を決めるのも人間です。あいつもこいつもいつものお前も。ファザーが増えています。近頃チャイルドファザーが増えています。ナイスチョボラ。ちょっとしたボランティア、それがチョボラ。並べんぞ。ナイスチョボラ。いつでもどこでもチョボラは身近にいっぱい。チョボラ。チョボラ。あなたもチョボラ始めませんか？公共広告機構です。自分の子供に予防接種を受けさせる、そんな私たちには当たり前のことのできない国がアジアにはまだたくさんあるんだそうです。たった20円のワクチンが手に入らない、簡単に予防できる病気で子供が死んでいく、それをママたちはどうすることもできない。でも同じママである私たちにできることがあります。私たちのダイヤルが300円分のワクチン募金になるのです。ママヘルプママ。見ず知らずの僕に命を分けてくださったドナーの方、あなたから骨髄をもらって骨髄移植を受けることができたことを大変嬉しく思います。あなたは僕の命の恩人です。中学2年の5月に発病してから約3年間、苦闘の連続の中で僕は3月22日に入院するまで骨髄移植をすることや入院する。死んでからの生き方、あんたはどう思いますか？死んでからも生き続けるもの、それはあなたの意思です。臓器提供は多くの方が知っているのに、その意思を示している方はまだまだ少ないです。私は生き続けます。あなたの意思を示してください。